ホラガイの音がとどろき、ジョヤサジョヤサの勇ましい掛け声とともに荒々しくもみ合いながら拝殿を目指す男衆。今日は秋田の冬の風物詩、太平山三好神社梵殿祭について紹介します。こちらは外旭川梶の目町内会の梵殿です。1月17日の梵殿祭本番を前に、この日は神入れと呼ばれる神事が行われていました。梵殿本体は竹籠を赤や白などのサラサと呼ばれる生地で包んだもので、それに藁を詰めた鉢巻きと真紅の小切れで覆ったほおずきという小籠が載せられています。これにまぶりと呼ばれる鈴をつけた綿入れの三角形の布をつけお祓い祈祷することにより、梵殿は神の依り代になります。また本番前には奉願という行事も行われます。地域の皆さんが神の依り代である梵殿に五穀豊穣、家内安全、商売繁盛などこの一年の願いを託すもので、梵殿が町内のご家庭を訪問して三好神社のお札を渡しご喜捨をいただきます。どうもありがとうございます。町内にある老人福祉施設にお邪魔すると、外に出ることのできない高齢者の皆さんも梵殿にお願い事を託していました。外旭川小学校では地域の皆さんが先生となり、伝統行事である梵殿祭を後世に引き継ごうとする取り組みも行われています。本番当日、町内を出発した梵殿は昔ながらの道を通り歩いて三好神社に向かいます。地域の皆さんの思いを託された柏の目町内の男衆の表情は少し高揚しているように見えますね。境内に入るといよいよ激しいもみ合いが繰り広げられ、荒々しい息遣いや怒鳴り声が飛び交います。半世紀時代から町人のお祭りとして定着してきた竿燈に対し、梵殿は五条家を取り巻く農民のお祭りとして受け継がれてきました。今年も一年の幸を願い、およそ70本の梵殿が奉納されました。皆さんのお願いが叶えられる年になるといいですね。